メリカのシンクタンク戦争研究所が2月6日に発表したウクライナにおける戦況分析によると、昨年からの激戦が続いている東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート周辺では、衛星画像や SNS に投稿されている動画、画像などの解析から、ロシア軍が先日制圧したとしているソレダルからバフムートの北東方面を脅かし、さらにバフムートの南方向からも圧力をかけていると見られているよ。少しずつではあるけど前進していると見られているみたいだね。まあ6日時点では未だバフムートは包囲されていないとしているけどな。さて今回は、東部で攻勢を強めるロシア軍と、南部で動くウクライナ軍について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。戦争研究所では北東部のハルキウ州において、クピャンスクの北東方面でロシア軍が攻勢を強めていると見られるとして、前進している可能性が高いとも発表していて、このところウクライナ側が盛んに警戒を発しているロシア軍の大攻勢が開始されつつある可能性を指摘したよ。その一方で南部戦線のヘルソン州において、戦争研究所はウクライナ軍がドニプロ川東岸への渡河を試みていて、ロシア軍との戦闘が発生していると伝えているんだけど、このことについて他のメディアからは報道がなく、12月9日時点では戦争研究所のみが発信している情報となっているんだ。また、イギリス国防省による2月7日の戦況報告によると、ロシア軍が1月上旬から東部戦線において攻勢を強めていることを認めているものの、軍需物資の不足が発生していると見られるとして、前進しているが限定的であるとして、大規模攻勢への警戒感が強まっているが、ロシアが今後数週間で戦況を大きく左右するほどの部隊を編成できる見込みは薄いとして、戦争研究所の見方とは少々違う見方を示したみたい。イギリス国防省ではロシア軍の指揮官は政治的かつ食糧的な圧力から、練り度が浅く人でも足りない部隊に非現実的な目標の達成を命じている公算が大きいとも指摘しているな。ウクライナ軍では2月7日に6日からの24時間の戦闘でロシア軍の戦死者が1030人に上ったと発表して、この数は2月24日に侵略が始まってから最多とあるとした上で、48時間の死者数では1900人以上となっているとしたほか、侵略開始以降のロシア軍戦死者の数は13万3190人になったと主張しているんだって。これに対してロシア軍側は2023年1月のウクライナ軍の戦死者数が6500人になったと主張していて、双方が主張している数字の信憑性は低いものの、互いにこれだけの戦死者数を発表し合うほどの激戦が、東部戦線で展開されていることは間違いないとの見方が出ているよ。ロシアのショイグ国防相は7日にロシア軍幹部らを集めて会合を開催し、東部ドネツク州と南部ザポリージャ州においてロシア軍が7つの集落を制圧したと述べて、そのことを戦果として強調したね。ただ、イギリス国防省では東部戦線のロシア軍は1週間かけて数百メートルの領土を制圧しただけとの分析を示していて、ロシア軍の発表は虚偽である可能性が高いと指摘しているみたい。2月24日に侵略開始1周年となることについて、ウクライナ側ではロシア軍がそこまでに戦果を上げようとして、15日頃から大攻勢をかけてくるとの見方を崩しておらず、西側諸国が提供を決めた新型戦車などの供与を急がせるとともに、ロシア軍の攻勢を止めるには戦闘機の供与が必要であるとして、2月7日からアメリカとヨーロッパを訪問中して北大西洋条約機構NATO諸国の首脳との面談を実施して、ウクライナ軍へのさらなる最新兵器の提供を求めているんだ。現時点ではロシア軍、ウクライナ軍ともに戦況を有利に導く決め手に欠けており、このまま2年目に突入して長期化する様相を呈しているとの見方が広がっている中で、ロシア軍はプーチン大統領が東部ドンバス地方に州の完全制圧達成の命令を下ろしたとされ、じわじわとウクライナ軍を押し込んでいるぜ。またウクライナ軍では、ドイツ製のレオパルトにイギリス製のチャレンジャーに、そしてアメリカ製の M1A2 エイブラハムなどの操縦訓練を終えるのが3月末頃とされているため、現時点では姿勢に回らざるを得ず、西側諸国からの武器援助を1日でも早く実現させようと、
盛んにウクライナが危機的状況にあるとして西側諸国に訴えているな。自力の差がじわじわと出てきたってところかな。2023年が明けた際、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領がそれぞれビデオ演説で挨拶をしているんだけど、ゼレンスキー大統領が今年中の勝利を訴えて宣言したのに対し、プーチン大統領は長期戦を示唆しているかのように述べているみたい。ゼレンスキー大統領は17分間にわたる演説の中で、私たちは戦い、これからも最も重要な勝利のために戦い続けると述べて、今年を兵士が家族のもとへ、捕虜が自宅へ、難民が自国へ、占領地がウクライナへ、生活が元の日常へと戻る期間の年にすることを訴えて、2023年内に決着をつける覚悟を示したよ。これに対してプーチン大統領は軍人を対象に9分間ほど演説ビデオを流し、ウクライナ東部のルガンスク人民共和国ルハンシク州とドネツク人民共和国ドネツク州、および南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州を併合したことが正当な行為であるとした上で、ただ前進し、家族や祖国のために戦って勝利すると述べたが、その演説の中において具体的な目標は示さなかったんだ。アメリカのワシントンポストは1月8日付で両大統領の演説について触れ、ウクライナは今年中の勝利を呼びかけ、ロシアは長期戦となるとしてそれへの準備をさせようとしていると指摘し、今後ウクライナ軍が、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のような大きな戦果がなければ、この侵略戦争がロシアにとって有利となると見られる長期戦に持ち込まれる恐れがあるとする、アメリカの軍事専門家による分析を伝えているね。アメリカの軍事専門家の間ではこの侵略戦争が長引けば、国力にまだまだ大きな潜在力があるロシアにとって有利となるとする見方が広がっていて、コンドリーザ・ライス元国務長官とロバート・ゲイツ元国防長官の二人がワシントンポストに、時はウクライナに味方しないとの両名の名を連ねた論文を発表して、長期戦化することでウクライナが不利になるとしているよ。長期戦になって困るのはウクライナ側だよね。支援だって長期的に続けていれば疲れが見え始めるし、その論文の中では、ウクライナ政府のこれまでの対応は国民をよくリードし、ウクライナ軍もまた素晴らしい戦果を残しているが、国内経済が荒廃して、何百万もの国民が国外に脱出していて、電力や水道などのインフラが破壊され、工業地帯や多くの農地がロシア軍の支配下に置かれており、このまま戦線が膠着状態となってウクライナ軍の大躍進がなければ、西側諸国からの停戦圧力が次第に高まるであろうとした上で、それに対してロシアは経済が疲弊しているとはいえ国力にはまだ余裕があり、停戦が成立したとしても、いつでもまた侵略を再開できるだろうとして、長期戦に陥った場合にはウクライナにとっては不利に働くだろうとの警告を残したんだ。ウクライナ側もそのことは承知しているものとみられ、ゼレンスキー大統領は西側諸国が提供を決めた新型戦車の素早い供与を求め、ロシア軍の後方を攻撃して兵站を攻撃できる長射程のロケット弾を要求し、欧米諸国を訪問してまでも戦闘機の許容を求めて一気に戦況を挽回しようとしているってわけ。一方ロシアのプーチン大統領は2024年3月に大統領選挙を控え、国民に対してウクライナ侵略戦争の勝利を宣言する必要があり、8月頃までには何らかの戦果を誇示する必要があるほか、9月にはモスクワ市長選など統一地方選があり、やはりそれまでにロシア国民の支持を得る成果が必要とされているね。そのためプーチン大統領は、自分に対して批判的な立場とみられるセルゲイ・スロビキン総司令官を更迭し、ワレリー・ゲラシモフ参謀総長を総司令官に任命して東部ドンバス地方の完全制圧を命令し、南部戦線を膠着させても東部ドンバスでの成果を強く求めているってことだよ。この先、秋までにウクライナが大反攻作戦を展開して、国内からロシア軍を一気に掃討できるかどうかが、ウクライナの命運を決める可能性が高いとする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。